どうする家康第5話で登場した服部半蔵と本多正信。彼らも家康の天下取りを支えていくことになります。服部半蔵は忍者ではないどころか、忍者と仲が悪かった。裏切り者の本多正信は、なぜ家康の最側近になったのか。個性派揃いの家康家臣の中でも、特に個性的な2人の生涯を解説していきましょう。こんにちは、日本遺サロンの川原です。今回は、個性派家臣の数奇な運命、服部半蔵と本多正信というテーマで、どうする家康第5話で登場した、服部半蔵と本多正信の生涯を解説したいと思います。服部半蔵の項目では、当時の忍者の実態についても紹介しています。今回もぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではまずは、山田孝之さんが演じる、服部半蔵から見ていきましょう。服部氏はもともと伊賀の国愛郡、服部の里、現在の三重県を本拠地としていた伊賀者と呼ばれる忍びの一族で、家長を服部半蔵と代々呼びました。そのためドラマでも描かれていたように、半蔵のお父さんも服部半蔵だったのです。お父さんが服部半蔵の初代で、本名服部安長、二代目を服部正成と言いました。さて、服部半蔵といえば、忍者というイメージがありますが、当時は忍びと呼ばれており、忍びだったのは服部安長だけだったと言います。忍者というと、歌舞伎や小説、漫画やアニメで出てくるような、様々な術を駆使して戦う人々を思い浮かべますが、戦国時代の忍びは、身の危険を顧みずに情報を収集するスパイ。常に最前線に身を置き、放火や略奪などを行うゲリラ部隊、家臣の不正や造反を監視する、秘密警察などの性格を併せ持つ集団を指すと言います。また、戦国記研究者の小川雄氏によれば、一般的には忍者とイメージされている伊賀者、甲賀者は、正規の戦闘を含めた様々な活動を行う軽装兵、つまり足軽に近いと指摘されています。織田信長の足軽鉄砲隊が有名ですが、家康の鉄砲隊の多くは伊賀者甲賀者でした。今の僕たちの忍者のイメージは、江戸時代に出版文化が広がったところから徐々に形成されていった創作の姿なのです。なお、服部半蔵=忍者というイメージが広がったのは、戦後の1960年代と言われており、比較的最近広がったイメージと言えます。では、実際の服部半蔵は、どのような人物で、どのような活躍をしたのでしょうか。初代服部半蔵である服部安長は伊賀の国、現在の三重県出身で、忍びの頭だったとも言われていますが、詳細は不明です。安長は故郷の伊賀の国を離れ、家康の祖父、松平清康に仕えたと言います。その服部安長の子が正成です。1542年生まれで、家康と同い年でした。正成は三河の国で生まれ、三河武士として育ちます。姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、高天神城攻めなどで活躍し、家康から槍と伊賀出身の忍びの集団である伊賀衆が与えられました。つまり、服部正成は忍びではなく、忍びを率いる立場だったのです。そして、服部半蔵の名を世に広めたのは伊賀越えでしょう。1582年6月、信長の招きで、家康は京都や堺を観光していましたが、その最中に本能寺の変で信長が死んでしまうのです。家康は明智軍の襲撃から逃れるために、急ぎ帰国することを決意します。この時、正成も家康に同行しており、先祖の出自が伊賀だった正成は、伊賀、甲賀の豪族と交渉し、家康たちが安全に航行できるように警備させました。この豪族たちの中には、忍びも多くいたと言われています。この時、味方となった豪族たちは、後に家康に仕えるようになりました。その後も正成は、伊賀者を鉄砲隊に組織して、家康の各地の戦いに従軍し、武功を上げていくのです。1590年、家康が関東に移ると、これまでの功績が評価され、伊賀越えで味方となった、伊賀、甲賀の忍びを含む豪族たちの統制を任せられました。ちなみに、家康が江戸城を居城とするようになると、城の西側に正成の屋敷が作られ、後に正成の屋敷地に作られた門が半蔵門であり、東京都の半蔵門の地名の由来と言います。正成は伊賀、甲賀の忍びたちを家康から預けられましたが、彼らの多くは伊賀越えにおいて家康を助けた縁で徳川家の家臣になることを望んだため、正成の下で働くことに不服でした。自分たちは家康様に仕えたのであって、服部家の家臣になったわけではないというわけです。そのためこの後も、正成と正成の下に置かれた伊賀・甲賀の忍びたちとの対立は続きました。1597年に正成が死去し、三代目服部半蔵となったこの正成が後を継ぎますが、正成の頃から対立していた忍びたちをコントロールできず、領地没収となってしまいます。四代目服部半蔵の名は正成の次男、正成が継ぐことになりますが、三代目で忍びの統制の任を解かれていたため、名前だけを継ぐことになりました。正成は晩年、桑名藩に招かれ、家臣筆頭である家老となり、服部半蔵家は幕末まで桑名藩家老を務めたのです。現在僕たちがイメージする服部半蔵とは、かなり異なる人物像が浮かび上がってきます。どうする家康では、服部半蔵をどのように描くのか楽しみですね。続いて、松山ケンイチさんが演じる本田正信を見ていきましょう。ドラマでは家臣からの嫌われ者でしたが、家康にとってはなくてはならない家臣の一人でした。なぜ憎まれ役なのかという疑問も紐解きながら、彼の生涯を見ていきます。本田正信は1538年に本田利政の子として生まれました。家康とは4歳年上です。徳川家臣団で同じ本田を名乗る本田忠真や本田忠勝とは遠い親戚です。正信は若い頃から家康に従ったとされていますが、詳しい足取りはよくわかっていません。江戸時代初期に成立した軍記物、佐久間軍記によれば、桶狭間の戦いで家康に従い、丸根砦を攻めた際に膝に傷を負ったという記録が見られます。その後、正信の記録が見られるのは、家康が今川氏から離反して、三河の国、現在の愛知県東部を平定するため、各地で戦っていた時に、浄土真宗の信者が家康に対して反旗を翻した三河一向一揆の時です。この時、家康の家臣の半分が家康と敵対し、家康は危機に陥ります。そして、本田正信は熱心な浄土真宗の信者だったため、この時正信も一揆方につき、家康の命を狙ったのです。家康は三河一向一揆平定後、一揆方で参戦した多くの家臣を許し、再び家臣団に加えましたが、正信は許されなかったのか、三河の国から去ることになります。江戸時代に作られた記録には、家康の元を去った正信は京都へ向かい、さらに加賀の国、現在の石川県の一向一揆にも参加したと言われていますが、真偽は不明です。その後、大久保忠世の取りなしで、正信は家康の元に帰りました。残念ながら記録によって、正信が家康の元に帰った時期もまちまちであり、不明と言わざるを得ません。正信は帰り新参として家康に仕えることになったため、身分は低く、鷹狩りで用いる鷹の世話係だったとする記録や、大久保忠世以外の重臣は相手にもしなかったとする記録もあります。どうする家康第5話でも、正信は重臣たちから嫌われていましたが、これは三河一向一揆で正信が離反する伏線かもしれませんね。そして、後に徳川家中に戻った時、正信はさらに孤立を深めるかもしれません。そんな正信が家康に重用されるようになるのは、1582年に信長と家康が武田信玄の子、勝頼を滅ぼし、その戦後処理を任された頃からと言われています。武田氏が滅亡した2ヶ月後に信長が本能寺の変で死去すると、武田氏の丘陵だった甲斐の国、現在の山梨県、信濃の国、現在の長野県では、武田氏の元家臣が武装蜂起するなど混乱状態にありました。正信は武田氏の元家臣の多くを徳川家臣団に加えることを呼びかけ、正信自身も甲斐、信濃の国の統治を積極的に行ったのです。この頃、家康は信長死後に織田家で実権を握っていた羽柴秀吉、後の豊臣秀吉と敵対するようになります。この時、秀吉との交渉役だったのが石川数正でした。しかし、数正は突如秀吉のもとに出奔してしまうのです。家臣筆頭である家老の数正が秀吉のもとに走ったことで、徳川家中は動揺します。そこで正信は石川数正が守っていた岡崎城に正信の遠い親戚の本田重次を入れることで混乱を最小限に留めました。この一件以来、家康は正信に意見を求めるようになったといいます。まさに家康の知恵袋としてその真価を発揮したのです。秀吉死後の関ヶ原の合戦では、家康の子、秀忠軍に従軍し、上田城にこもる真田昌幸と戦っています。家康が関ヶ原の戦いで勝利すると、正信は朝廷と交渉し、家康の将軍就任に向けて尽力します。そして1603年、ついに家康が征夷大将軍に任じられ、江戸幕府を開くと、家康の側近として幕府政治を主導するようになります。その2年後、家康は将軍職を秀忠に譲り、駿府城に隠居しますが、正信は江戸に残り、秀忠を支えました。そして家康は1616年4月に死去し、その後追うように正信は家康死去の2ヶ月後に死去しました。正信は一度家康に刃を向けただけでなく、武勇に優れる三河武士たちと異なり、文官としてその才覚を発揮したことで、家臣団からの妬みがあったといいます。家康の天下取りを支えた重臣を指す徳川四天王にも徳川十六神将にも入っていません。しかし、江戸時代に成立した記録によれば、家康が正信を友と呼び、絶大な信頼を寄せていたといいます。主人に刃を向けた正信を重用する家康に対し、正信も戦とは別の形で忠義を示したのです。今回の主な参考文献はこちらです。すべて動画の概要欄でコメントをつけて紹介していますので、興味のある方はご覧いただければと思います。最後に日本史サロンライブ配信のご案内です。2月7日火曜日21時から配信します。本日放送されたどうする家康第5話の補足解説をしますので、お時間のある方は来ていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。